広島市でエンドドンティストとして開業しています吉岡敏子と申します。そしたら始めていきたいと思います。僕のタイトルは未来を見据えたエンド治療の流儀ということで、コンセンムが開いている難症例に対する治療の問題点ということで解説をさせていただきます。まず簡単に僕の自己紹介を最初にさせていただきます。年年生ままれで今38歳ににななりししたでイカシカを卒業してて僕らは研修修医が必修になって2年目の 年でしたので、広島大学病院で研修をさせていただいて。で、その時にエンドがわかんないなということで、医科歯科のエンドに戻りました。で、大学院が終わって。で、一年間残って、で、広島に戻って、今エンドゾンティストとして開業をしております。で、今回最初の写真スライド、このように準備させていただいて。まあ、トンネルの写真なんですけど。まあ、よく根管というのはトンネルに例えられる。ので、トンネルの写真を使わせてもらいました。今日、ターゲットになるのは根尖部。 ですね、マイクロを使ってるっていう先生どのぐらいいらっしゃいます結構いらっしゃいますね広島で聞くと本当に1割2割なんですけどやはり東京大阪に来ると多いなという感じがしますで拡大するということは非常にやはり大事ですこのように拡大してみるとおそらく先ほど分かんなかった人がここに2人いるなとかっていうことが分かってきたりしてでマイクロっていうのは非常に大事というのもありますが今日僕は常にマイクロを除いてやってますので。 マイクロなきゃだめ、なきゃできないというポイントもあるかもしれませんけど、マイクロなしでも十分、あの考え方でテクニック、使える部分はあると思いますので、その辺を聞いていただけばというふうに思います。で、今回、このような機会をいただいたきっかけというのが、これになります。今年出ました感染根幹治療、まあ、再治療に特化した本、き本先生が編集された本ですけど、僕と須藤先生が、根専門が開いている症例に対する治療、MTA の応用ということで書かせていただきました。 でこれをきっかけに今回このようなコンセン部が開いている症例に対する問題点だったり治療 MTA に関してということでお話をさせいく機会をいただきましたでコンセン部が開いている難症例に対する治療問題点ということでコンセン部が開いている難症例ってどういうものがあるかなというふうにまず考えていきたいと思います一、まあ、つとして思い当たるのがこういう形の混未完成死になるかなと思います これはすべて化学の5番ほとんど中心結節破節の症例で失活しているという先生方の臨床でも時々ある症例だと思います。で根未完成で根潜部がパカッと開いている状態。で病変があってということでこれも一つ根潜部が開いている難症例に入るかなと思います。根未完成脂に関しましては脂髄がどこまで生きているか難組織がどこまであるかということで治療法が変わります。これは小児歯科。 の知識でもご存知だと思いますけど脂髄が途中まで生きてる場合にはアペキソゲネシスといって死んでるところを取ってという治療になりますでこう開いてる根ン部もアペキソゲネシスでこう閉じてくるということになりますで根ン部まで脂髄が壊死している場合にはアペキシフィケーションといって根ン部を閉じるようなで最近は水酸カルシウムで長期調薬っていうよりは MTA でやる症例も増えてますがこのように。 根潜部まで MTA 根治をしてあげるということでアペキシフィケーションを期待するという処置が最近は多いです。これに関ししてはもう少し後でお話が出てままいりますであとはもっと最近5年10年ぐらいなんですけどこのリバイタライゼーションといってリジェネレーティブエンドドンティクスということで再生根幹内に組織を再生させよう、まあ、入れていこうというような話もあります。 で未完成死じゃないときの方がもちろん多いと思います根潜部が開いている何症例どういう症例かというとまあ肥根幹治療師他の先生がもうすでにアプローチしている再根幹治療というものが多いかなと思います左上からご覧いただくとまあ上顎の腱脂パカッと開いてますこれもかなり太い根幹で根虫はされてるけどスカスカだろうとでこれはオーバーしてるでこれは近慎根なんですけど破説ファイルがあって それを取ろうとして頑張っていただいてコンセント部でパワーレーションしているという症例です。で太くて病変があるもの、太くて病変があるもの、太いものですね。でこれはもう骨折されているけどまあ中スカスカという状態のものですね。でこれはコンセント部が吸収しているような感じの症例になります。でこれはコンセント部が少しこう開いているような症例になります。これがまあコンセント部が開いている難症例ということで先生方の臨床でもこういう症例多々あるかなというふうに思います。 私の方は今日こちらのキ菌根幹治療師に対する考え方をお話ししたいなと思っています。